ハエバル高校卒業生でメジャーデビューを果たしました伊江俊一さんが作詞作曲した曲となっており、その曲に冬越えとてもリズミカルで明るく迫力ある演目となっております。そしてその次の演目は十字かぼちゃです。十字かぼちゃはハエバル町の特産品であるハエバルかぼちゃを題材とした明るく楽しくリズムに乗りやすい曲となっております。その次は地方さんによる民謡ショーです。最後の曲は稲刈り歌です。この曲は3曲構成となっており、農作の喜びとおおらかで明るい農村の様子を描いた演目となっております。今回は踊り手1年生の初舞台となっておりますので、最後